消火ポンプ遠隔起動試験、こちらの防火対象物様の消火ポンプの遠隔起動ボタンは発信機です。今点検のためカバーは外してます。今から発信機を押すと表示灯がフリッカー点滅し、その点滅がですね消火ポンプの遠隔起動ですね示します。表示灯の点滅が収まり点灯、この今の動画のような状態になるとポンプが停止したことになります。じゃあポンプ起動かけます。はい、ポンプ起動。はい、表示灯フリッカー点滅、消火ポンプ遠隔起動。はい、ポンプ停止。